さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。ミシェルさん、はい、もしミシェルさんがお店を開く、うん、ああいいね、お店を開く夢がありますね。人に集まってほしいもんね。開くとしたら、うん、もちろん賃料は安いところを探したいですよね。それはちょっとでも安く借りられたら最高ですよ ね、うん、ね、毎月かかりますもんね。計算がまだね、どのぐらい儲かるかとか分かんないもん ね、うん、そうですね、利益があるかとかね。でも逆にその物件のオーナーさんだと、うん、だとしたら賃料を高く設定したいですよね。そうだろうね。そうこのオーナーとこの、ね、テナントをこう結びつけるのって大変だよね。そうなんですよ。今回はですね、テナントとオーナー、うん、どちらにも寄り添って一気通貫のサービスで空間価値をご提供されているこんな企業様です。どうするの、できるの。今後都市部への人口集中がますます進むと言われている我が国日本、店舗を構えるテナントでは競争が激化し、生き残るため多くの付加価値が必要とされている。そんな時代に空間価値の創造を武器に独自のビジネスを展開する男がここにいる。ビダグループ代表取締役社長杉本大。物件とテナントオーナーのマッチングを入り口に一気通貫のビジネスを展開するビダグループは、空間の価値を高めることを目的に衣食住・遊の全てのカテゴリーにおいて今日まで新たな価値を創造し続けている。今回は物件のトータルコンサルティング杉本大をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まず初めにやっぱりビダグループさんっていう社名が気になりますよね。ビダって書いてあるんですね。はい、弊社はですね、あのグループと、まあ、言ってる以上、あの国内で3社で海外で1社ございまして、国内の方はですね、あの店舗の空間の中にまつわる行為は作ります、貸します、守りますっていう行為ですね、空間の中に生まれる行為を全部カンパニー化して一気通貫で事業を行うっていうのを弊社の方でやらさせていただいております。ここでビダグループの利用者である物件のオーナーとテナントのオーナー、それぞれに与えられるメリットについても話を聞いた。オーナー様に対しては、はい、要は出店するところから、要は増店退店するところまで私たちがその一つのサイクルを持ってお手伝いさせていただいてますので、うん、6階建てのビルであれば6個のこのサイクルを描くわけですね。はあ、うん、そうか。今まではビルのオーナー様がビルの管理会社として、うん、一棟の管理はしてましたけれども、空間に対しての管理をしてないわけです。それは私たちが空間ごとで管理をしていくわけですね。あ、そこにはいろんなテナントがありますよね。そうです。そうですよね。1階がラーメン屋さんだったり、2階が学習塾だったりとかって言った時に、出ていくタイミング、出店していくタイミングってのはこの各階層によって全部バラバラなわけです、うんうん、それは私たちが出店から退店までをお世話することによって、はい、このサイクルをどんどんと作っていくわけですね。それでビルのオーナー様は空室率がそれで下がると。助かるね。なので空室率が下がることと、あと、あの私たちが物を作ってメンテナンスをするので、建物に対しての資産の維持ですね、老朽化を防いだったりとか、ね、まあ、古いビルでもデザイン性が上がれば価値のあるビルになりますので、そういった田中さんが入るようにどんどんとビルのオーナーさんに仕掛けを打っていくっていうのが、まずオーナーさんに対しての提供できるメリットの部分ですね。あとテナント様のメリットは、うん、まあ、物件を探すっていうところと、物件を借りるところ、作るところ、メンテナンスをするところっていうのを、うん、要は投資をするところに全て私たちがいますから、この物件を借りることによって費用対効果がどれだけあるかっていうのを算出できるわけですね、うん、あともう一つはそういった形でいろいろなオーナー様と全国でお付き合いさせていただいている中で、例えば今回千葉県から東京に出店しますよとか、はい、山形から東京出店しますよってなった時に、うん、本社が大体その地方にありますよね、はい、千葉にあったり山形にありますってなった時に、東京に出てたらどうしても遠隔管理になるんです。その遠隔管理になるにあたって、うんうん、私たちがトータル的にソリューション活動を行ってますので、あの管理体制が、管理コースが楽になるわけですね。
なので私たちがただ単に作るだけではなくて、その後のメンテナンスもしてきますので、そろそろもうそういうのがダメですよとか、いろんなところに新しい業者さんをリスクを持ちながら探すことよりも、私は一気通貫してサービスアフターフォローすることによって、まあそこの管理ケースを減らしてあげるっていうのが一つの、もう一つのメリットになります。店舗の借り方としては、スケルトンという何もないところから借りるパターンと、居抜き店舗という中古の物件、出来上がり物件を借りるパターンがあるんですけれども、スケルトンの場合は新品なんでいいんですけれども、居抜きの場合は言うならば中古なので、私たちがメンテナンス会社でメンテナンスすることによって、いやその物件のカルテを作るんですね。エアコンがこれあと何年ぐらい持ちますよとか、厨房機器がこれだけ傷んでますよっていうのを全部カルテ化していくんですね。で次の新しい借りる方にそのカルテを提供するので、中古車でいうところの整備記録簿があるようなもんなんです。はだから中古の物件を借りた後に突然エアコンが止まってしまったりとか、そういったことがなくさない、また出費につながるとかいうのないですね。です改めて最初に調べてくれるわけだもんね。そうです。あそういった物件の資料を持って次のお客さんにまた物件をご紹介していくので、このサイクルをぐる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 回していくわけですね。物件やテナントオーナーの利益を考え、サービスを追求してきた杉本だが、ここに至るまでにはどのような歩みがあったのか、改めて振り返ってもらった。もともと大学を卒業していて、卒業した時にですね、車関係の、カー用品メーカーに入ったんです。僕が今やってる内装だったり不動産だったりとかっていう授業に僕はついたことがなくて、全くの違うジャンルから独立をしたんですね。そのきっかけっていうのが、僕はそのカー用品メーカー、ある海洋品メーカーさんで働いてた時に、どっかのメーカーのものを売るという行為、仕事をすることよりも、自分が発送したものの価値を提供する仕事をしたかったんです、価値をね。そうです、どっかのタイヤメーカーさんが何らかの意図で作ったタイヤをユーザーの人たちに、私が説明書を覚えてものを販売するとかではなくて、自分が思いついたアイデアを認めていただいて、デザインを認めていただいて、その価値をいただく仕事をしたくて、その価値が得られる仕事って何だろうって考えるようになって、自発的にね、もう自分のあれだよね、アイデアだよね。そうですね。なるほど。その趣味を自分の仕事に生かしていこうっていうところの経緯から、そっちのクリエイティブの世界に入っていったっていうのが私の、創業のきっかけになりますかね。ということで、ここで杉本が手掛けた作品がどのように生まれ変わったのか、実際に見せてもらうことに。従来のリフォームにはない新たな価値を生み出す発想とは。こちらなんですけれども、元々はですね、ある目黒駅って、東京の目黒駅があって、その駅前でですね、山形から初めて東京で出店してきたいよというお蕎麦屋さん、さっき言ったインバウンドと、東京に対してのインバウンド、その、お蕎麦屋さんが駅前で展開していきたいってなった時にですね、ここの場所はもともと1階が駐車場なんです。これくっついてるんじゃないんだな。なるほどなるほど。もともと駐車場で、私たちは内装会社なんですけれども、建築部もありますんで、要は建物の容積と建蔽が余ってると、1階の部分をわざわざ駐車場にしなくても店舗でも活用できるってことは私たち分かるわけですね。なるほど。なので、駐車場で、申請されているものを用途変更をかけて店舗に切り替えて、それを店舗として貸すと。なので物件自体を生み出していくわけです。作っちゃうわけですよね。そしてね、駐車場からこうなったんですか。こうなったの。素敵だね。これはお蕎麦屋さんで、駐車場がただあるよりも1階でこうやって店舗が入ることによって、ビル自体の視認性が上がってきますし、家賃も月ベースになってきますので安定化していくわけですね。ビルのオーナーさんも喜ばれますし、テナントさんはテナントさんで、駅前で探してた物件がなかなか見つからなかった時に見つけられて、プラスもともと駐車場だったんで、ある程度家賃が安く借りれるっていう。なるほど。この両方の発表をまたこうやってつないでいくんですね。で2つ目がですね、さっきは駐車場からの物件化ですね。今度これは倉庫です。虎ノ門にあるですね、ハングリータイガーっていうパスタ屋さんですね、でここはもともと倉庫だったんですけれども、歴史がですね、創業40年間ぐらいある歴史あるパスタ屋さんですから、その歴史ある趣をどう作っていくかっていうことを考えるのと同時に、貸し切り客も結構多かったものですから、テナントで行くよりもその
倉庫っていうものをですねリノベーションして一棟建物自体に趣あるものに変えてって、それも倉庫からテナントに用途変更をかけてですね、で物件化させていくっていう一つの探し方をした物件です。これそれを今こういった形に作りたいです、同じ場所に、はい、さっきの全く雰囲気が違うね、変わってくるの変わりましたね。これはもう、外観もですねエイジング加工っていうあえて古く見せられるような加工をしまして、はいはい、イタリアレストランを作っていくと。これは日本橋でありまして、もともと駐車場で3台しか止められなかった、よくタイムズとかあるような、ありますね。でここはまあ見ていただいた通りにですね L 字型でですね、マンションが建ってるんです。だからこのもう買い増しができないんですね、はい、なるほど。だからまあ8坪のままなんですね。でこの土地の地主さんから何とかならないかってご相談を受けまして、で形にしたのが、こんな形ですね。これはなんだ、ちょっとヨーロッパ的だぞ。そうです、あの建物をですね、ここは日本橋で、天酒横丁のすぐ近くだったもんですから大正風建築に外観を全部作って建てまして、建物自体に趣がある建物を作ったんですね。こっちに出てきて何かやりたいんだっていう人が先なのか、我々がもうグループさんが先にもうこれ作っちゃうんですよね。そうです。地主さんがこれをやりたいっていうことでは全くないんですよね。そうです。何かないですかっていう。そうです。要は僕らは仕事的に、あの大喜利のお題をいただくのが楽しいんです。困ってることに、この土地どうしようとか、この倉庫どうしようとか、はいはい、ここら辺に店出したいんだけどっていう、そっちが先だよね。そうです。お題をもらって、お題をもらって、そのお題に対して大喜利的にこうしたらどうですかっていうところを答えていくっていうのが、この場所はこうだから、そうです、何が可能性あるなとか。そうです。ただあと保育園とかも作ってるところでいろんな話聞いてるんですけど、あの、まあ、はい、外食産業以外に一つの事例として、うん、まあ、今巷をよくニュースでやってます認可保育園だったりとか、まあ、カルチャーの部分ですね、弊社もそこのカルチャースクール的なものは、うん、あの作らさせていただいておりまして、まあ、それは一つ事例としてご紹介させていただくのも、まあ、様々な用途に沿って私たちは作っていくっていうことが一つ私たちに言いたかったところで、まあ、そこの中での思いの一つとしては、自分がこうやって創業してものを作って発想して提案するっていうことをやっているので、これからの人材を作っていくっていうところがものすごく会社として面白くて、子どもたちを作ることによって、うん、じゃあ20年後に、うん、弊社に就職しようとする子どもたちに、うんうん、自発的な子どもたちをもっと作っていって、それがちょっと会社として面白いことをやっているので、うん、ただ認可保育園を作るだけではなくて、うん、私たちのデザイナーをあの学校のカリキュラムの中に入れてみたりとか、うん、まあ、空間認識力ですね、まあ、そういったところを高めるためにちょっとボランティア的にこうやってもね、やってみたりとかっていうことを、まあ、一つ会社としてやらさせていただいてるっていうのがあったので、まあ、それを今回の事例の一つで挙げさせていただいたっていうのが一つですね。本当にもう広く手掛けられていらっしゃいますけれども、ね、きっと杉本社長新たな展開も見据えていらっしゃるんだろうなというふうに思うので、うん、教えていただけますか。国内で、はい、先ほどお話をしました、うん、その円をこう描いている出店から増店退店までのこのサイクルですね、これを一つのプラットフォームと見据えてですね、国内は国内でこの輪っかを大きくしていく、顧客7000社8000社9000社することによってこのサイクルがぐる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 回りですね、そのサイクルと同じものをアメリカ中国、まあ、海外にどんどんと作っていこうと。そうすることによって日本のこのサークルをですね、一つのプラットフォームに見据えてですね、要は空港から空港にどんどんと日本企業が海外出店していくための出店基地を作ろうとしてるんですね。で日本の食文化だったりとかカルチャーだったりとかってものをどんどんと海外出て戦う機会を私たちはあの支援していきたいって思ってるので、海外展開をより強くしていこうっていうのが私たちの考え方ですね、はい、既存の方法にとらわれず次の世代を開拓する杉本大、そんな男が胸に刻んだ格言とは。 Be myself, be me っていう、まあ、ワンフレーズが好きで、まあ、自分らしくあるっていうか、まあ、自分らしい自分でいるっていうことをすごく、常に考えてまして、もともと創業した時に仕事をいただいた時に杉本君ありがとうってクライアントから褒めていただいた、それはそれですごく嬉しかったです。それがある程度会社が大きくなってくると、ビダコーポレーションありがとうって褒めていただけます。それもそれでまた嬉しいんですけど、今海外で中国アメリカでいろいろなものを作ってるんですけれども、
海外の方から日本人すごいなって言っていただけるんです。あ、それもすごく今ものすごく今僕の中でも嬉しいフレーズで、自分たちビダコーポレーションで提供したもの、なんなら私たち日本企業が提供したものを喜んでいただけるものをずっと提供するためには周りを見て、物差しを測るんではなくて、自分がいいと思ったもの、自分が素敵だと思ったものをどうお裾分けできるかとかっていうか、どう発信できるかっていうところがうちのビジネスのやっぱ根幹にないと、やっぱ背伸びしてったりとかなんやかになってってしまうので、やっぱり自分たちらしいものをずっと追いかけながら、より広いグラウンドで戦えるようになっていきたいなと思ってるので、このワンフレーズが大好きだっていうところですかね。いやー楽しかった ね、本当にますますあのグローバルにね、はい、あのそしてますます我々にもあのサプライズを与え続けてください。本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。